い、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もこちらのドアを開ける短いゲームやっていきたいと思います。短いってタイトルながらも割とボリュームはあるのではという感じですね。あ、ちなみにですね、先ほどというか昨日ね、このゲームとりあえずここまでにしとこうと思って、この画面のままね、アプリ落としたら、やっぱり前に開けたドアの前まで戻ってました。あちゃー。というわけで、まあ、ここに入ったところからの、ちょっと、やり直しをしてきて、まあ、ついでにちょっと途中の、復活していたアイテムを回収しつつ、ちょっと戻ってまいりましたよ。というわけでですね、この、ブロックが動かせるようになったので、これ綺麗な色だね。このブロックをですね。あ、ダメかこれ。ちょ。ここは冷静に押し戻そう。ちょっと待てよ。もうちょいここ押しての。どうよ。これで取れるのでは。これね、個人的にね、逆にしたい。このカメラの位置変えるのと移動するやつ、右と左で、右、キャラクターのを中心にね、真ん中より右のラインが、右側がカメラの角度を変える。で、左のキャラクターより左側がこれ移動をするっていう表してるんですけど、このマイク、今ねマイクに声を吹き込みながらやっているから、画面を縦向きにせざるを得ず、縦向きにせざるを得ず、これはこっちに落ちてと。で、こっちに。あ、ね、操作が、画面が縦になってるから、操作がしづらいんだ。あ、これね、マイクに別に声を吹き込んでなかったら、画面を普通に横にしてプレイできるんだけど。で、あぎゃー、こっからか。ちょっと待ってね、よいしょ。このセリフって、そうだ、ちょっと戻ってきた時にさ、もう一回話しかけたら、これあったっけ、セリフ一緒だっけ。僕は植物学者を目指しているんです。世界にある未知の花や草木を知りたくて。まだまだ学ぶことは多いですけど、目標があれば自分の開くべきドアが明確になりますね。あれ、さっきね、青い花の話をしてたんだよ。ちょっと待ってよ。あ、もう一回話しかけたらね、違ったと思って。いろいろな植物を採集しに行ったり、手に入れた文献を読んだりしているのですが、まだ見たことのない花の色があるんです。それは青い花です。色違いの品種の中にも青い花だけがなぜか見当たらない。何か理由があるんでしょうか。青ね、結構近い色はできたみたいなんだけどさ、真っ青は無理みたいだね。やっぱり紫の若干青に近いバージョンはできたみたいけど、これはまあ聞いた話だな。でも2回話しかけてセリフが変わるなら、ちょっと今までの人もたまには話してみようかな。あ、待って、この上だ。そうだ。この上多分途中まで行ってね。
あっと危ねえ。相変わらずね、ちょっと操作ヘタヘタなんだよね。これね、私がゲームが下手なんです。調べる。お、信頼のディライトが70以上あるので見出すよ。花畑を見つけた。一定時間ごとにこの場所からディライトが手に入るようになった。やったね。あ、すごい、この大きいハート初めて見た。あ、30コインなんだ。開けちゃおう。下まだ行ってないけど、一回見てくるか。ほえー、なんか鍵あるで。取ってこよう。何の鍵？あ、アイアンの鍵を手に入れた。やったね。待って、これもう他に行くところはなさそう。よいしょ。じゃあ、なるほど、アイアンの鍵もっと苦戦するのかと思ったら全然だね。これは調べる。はい、ディライトが70以上だ。ワープできるようになりましたよ。ね。ああ、そう。これ普通に押せばそこ入れるのかな。ぽい。調べる。さあ、挑戦のディライトが50以上ありますので、動かせるようになる。やったね。行けるとこ増えるの楽しいね。よいしょ。わーい。ん？大丈夫かな？他は。もうこれだけかな、ここのエリアは。ぽいね。降りよう。よかった、来といて。後で行こうか、どうしようかと思ってたけど。なんか階段から降りるときさ、すごい、滑り降りるように降りる。で、問題はこれなんだよね。ゲーム下手下手マンなので。よいしょ。次にまで押しといての、もうちょい押す、もうちょい、こんなもんか。そしたらあとはあれ。ゲームをやるのってね、才能が必要だと思うんだよね。こんな感じでいいかな。じゃあ一回戻りまして、落ちないように気をつけて。よいしょ。あ、こっち。あ、でもまだダメだったっけ？調べる。あ、90以上あるので何かを見出すよ。金脈を見つけたよ。お金が。あれ？ちょ。ちょ。ここはね、慎重にね。よしよし。で、あれ、まさかこれって
ここって、いや、ここは降りれる。降りれるが、ちょっと待ってよ、道がない。どう思う？上から落ちてくるとかないよね。違うな。ん？ちょっと行ってみるか。よいしょ。あれ？行けない。行けないのでは。え？これどうやって？道がないみたいだけど。道がないぞ。まあいいや。じゃあ。はっ、怖っ。ちょっと待って、なんか飛べない？あれ、もう金脈復活してる。あっと。こうだ。あれ？ダメだった。通らして、通らせてほしい。こうじゃ。ちょっと待って、金脈が復活してたから回収したいです。わーい、おいしいです。もぐもぐおいしいです。さて、一回じゃあ戻りますか。ちょっと待って、こっちにワープ。このワープがちょっとね、さっきから使いこなせてない。あわわわわあわわわ、一定時間ごとのやつ結構いいぞ。なんかさ、攻略でうわーってさ、苦しんだ後で戻ってくるとご褒美がちゃんと待っているぞと。左のドアだね。よいしょ。ここの左のドアも攻略したんだ。多分行ってないとこない。あ、でもあの宝箱は1個取れてないけど、ちょっとわかんない。あ、危な。これは聞いた話か。お金には限りがある。いや、でも、今の僕は金持ちですよ。まあまあお金あります。調べる。100コイン。あ、結構取るね。このドアは開けようか。開ける。はい。じゃあ、行こうか。はっ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 は。あ、まずやっぱ人間まっすぐね。まっすぐ動きたい。これなんだろう、調べる。あ、信頼の地雷とか140以上あるので、これ何かを見出せそうだ。あ、橋がかかった。隠された道が見えるようになった。はあ、そういうことか。ちょっと道狭くないか。ごめん、なんでもない。あ、いや、でも結局あっちに行けない。橋があるのかな、見えないけど。いや、これちょっと後にしよう。ちょっと色が薄すぎて怖いな。うん、上は上で、なんだろう、よいしょ。これって開けれる？あ、30コインだ。意外とドアいっぱい開けてる。下でも見切ってないな。んー、どっちから先に行くのが正解？でも上そんなにはない気がする。まず、あ、人がいる。あ、猫だ。いや、めちゃめちゃハートくれる。
親愛、すごい親愛だ。猫は可愛い。あ、でも猫も犬も可愛いよね。どっちも好きよ。動物みんな可愛いよ。男の子。お父さんは遠くの町までビジネスをしに行ったんだって。ビジネスってなんだろう。なんだろうね。ご飯を食べるためにはね、ビジネスというのが必要なんだよ。お、ディライトが70以上あるので見出すよ。すごいボーナスだ。ここなんだろうね。サンルーム的な感じなのかな。寝台のディライト90以上で、あー、めっちゃくれる。こんなにくれていいのかい。いいのかい。こっちに何か、ん、お姉さん、マダムだった。夫はもっと成り上がると言って遠くの町に仕事をしに行ったの。私はこの町で身の丈に合った暮らしを続ける。それで十分なんだけど。うん、その辺は難しいね。でも旦那さんもあれなんじゃないですか。やっぱり家族にもっと裕福になってもらいたいという。あれ、もう復活してる。なんかね、最初の1回は早いんだよね、妙に。なんかちょっとなんかして帰ってきたら速攻復活してるみたいな。こっちは復活してない謎。あった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 。あわわわ。お、調べる。見出す。70なんだね、ここは。結構バラバラだね。わーい、お金と信頼のディライト。そして上の階は、上の階はみんな見たな。ん？こっちになんかある。ごめん、見落としてたな今。これ何？調べる。お、探求のジャイトが60以上ある。見出すよ。え、何？この場所で地面を蹴れば高く飛び上がれる気がする。え、どこに向かうこれ。あ、そっちか。お、こう空中で途中で移動できる。ん？おお、ちょっと待ってね。で、で、あとは？さすがに行き場所はないか？下はどうなってる？一回降り。降りれるこれ。うわー、怖っ。あー、普通なら多分足とか骨折してる痛いってなる。痛いじゃすまんか。あ、ここまだ来てなかったか。いや、楽しいな。なんかこういろいろガッポガッポだぜみたいな来てなかったか。ちょっと待ってね、そろそろ一回切っておこうかな。この辺のもの回収したら、この辺のもの回収したら調べる。親愛のディライト100で回収ですよ。はあ、怖い。で、ちょっと待って、方向。この辺のものを回収したら、
他はあとこれかな、調べる。挑戦のディライトが70以上で回収。他は特に何もないかな。カメラ回さないと分かんないね。あれ？まだある。あ、そうだよね、まだ光ってたもんね。よし、これでいいかな。じゃあ他は、よいしょ、他はこの端まで行っても特に何もなさそうかな。この上はあれだもんね、宝箱があったところ。よいしょ、一回そっち行ってみていい？ちょっと待ってよ。あれ、そこにワープゾーンなかったっけ？橋を渡るよ。よいしょ。じゃ、今回ここまでにしておこうかな。よいしょ。ちょっと次回、いや待って、これちょっとそこだけ確認しといていい？あーあああ回復してる。なんかある？影で光ってるんだけど、なん、あっち行こう。これうまく使いこなせたら強いんじゃないかな。めっちゃくれる。この辺のものを回収したら、危な、終わっておこうかな。あれ、向こうに道があるかだけチェックしに行っていい？あーっと、隠された道が向こうにあるかどうか。よいしょ、ちょっと待ってね。あー、下手すぎ下手すぎ、わろた。とりあえず向こう行こう。あれ、一回戻ってきた。よし、ちょっと今回はここまでにしておきたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はちょっとこの続きかなからやっていきたいと思います。さっきのところね、あの道がなかったところの宝箱を確認するところからかなですね。では失礼します。